織田浅井連合軍の働きにより上洛を果たした足利義昭は第15代将軍に就任する。信長は義昭を統制下に置くと上洛命令に従わない越前朝倉家の討伐に向かった。その頃長政には抑えがたい感情が湧き上がっていた。今信長は長政に背を向けて朝倉討伐へ向かっている。あとは誰が長政の背中を押すかだった。近畿の将金ヶ崎追撃戦。こんな話がある。誰にでも親切な心優しき男が皆から忌み嫌われる怪物と仲良くなったそうな。その男は怪物にも情が通じると思っていたが、その男は結局怪物に殺されてしまった。怪物は所詮怪物ということだ。お兄様を撃つのですか。世はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。一、織田に戻ってくれ。そなたにとっては茨の道。一は長政様の妻、どこまでもお供いたします。朝倉攻めの背後を浅井に押されようとは。信長様、しんがりはこの猿めにお任せを。織田の力を削ぐ好機逃すな。できる限り敵を討ち天下を引き寄せる。退却前に将を撃つのは手と思ったが、迂闊には近づけぬようだ。
勢がまた退却を開始したか。速やかに撃て。わからは鬼柴田がお守りいたす。おい、つなが。誰が言った、ヒゲ柴田。長は逃がした。先の面倒までは知らん。いざ真偽の槍貫き通せ。敵将討ち取ったり。Yeah.
これがしの戦は終わらない。貫き通す。敵将撃ち取ったり。後々命取りとなる流れだな。全然物足りないわ。もっと激しい地獄をちょうだい。おだめ、観念したか。進言せよ。朝倉義景の恐ろしさ天下に示すは今だ。東堂高虎、大谷義継、
そなたたちの先行を称して感情を送りたい。私のような下級の者の働きまで見てくださったのですか。先行に貴賤の別はないさ。働きにふさわしい恩賞を与えるのが主君の務めだ。ありがたき幸せ。このご恩たとえ死しても報いましょう。高虎、死んではならぬ。乱世を生き抜き、新たなる時代を共に作ろう。それがしには今もそして未来にも必要なのだ。そなたのように若く才気あふれる者の力が。長政様、ありがたきお言葉。大谷義継、そなたの軍略も見事であった。今それがしの軍勢はまだちっぽけだが、いつかそなたの力に見合った大軍を預けてみたい。その時は引き受けてくれようか。はっ、ご期待に添えるよう努力いたします。